2019明治安田生命 J2 リーグ第31節、この時間は東京ヴェルディ対レノファ山口 FC の一戦をお届けいたします。ゴールキーパー上福本です。 4-3-3 を予想しました。フォーバッククレビーニョ、近藤、内田、奈良間です。中盤アンカーポジションに山本が入りまして、梶川、森田、右にジャイルトン、パライバ、真ん中レアンドロ、左に井上、シオンという並びになっています。高いボール中央へヘディング、吉光パンチング、高いが反らしたボール拾って森田外す、森田左足クリアします。ニアサイドへのボール少し短くなりました。カウンターのチャンス、森田へパライバースピードアップ、森田からタイミング測ってパライバー抜け出した、パライバーシュートだー、いきなり取った、新加入ジャイルトンパライバー、そのスピードを見せました。これがあのパライバー選手の持ち味なんですよね。ですからこのスピードを生かすために取った選手っていう話ですから、もうそれがうまくはまりましたよね。正にゴールキーパー見て流し込みました。このスピードで行きながら、これよくキーパー見てコース見てますよね、はい、一旦ゴールキーパー見てからシュート決めてますよね。ここ2シーズンはトルコでプレーをしていましたブラジル人ストライカーです。レアンドロ降りてきた、前を向くレアンドロ、まあ、これは本当にレアンドロらしい、一つの体の向きで入れ替えてワンタッチ目がシュートですからね、はい、自分たちは今度ボールキープしてカウンターでも一つ点が取れるっていうのが分かりましたよね、はい、ですから戦い方を簡単にすることもできますよ ね、 まだこれ増えなってません。パライバースピードアップ、中3枚3対2の形、ファーサイド井上、ヴェルディ追加点、2対0にします。ジャイルトンパライバー今度はアシストです。この一つ目からのこのスピードですよね、完全に抜け出てますよね。で井上選手フリーで入ってきましたよね、外して縦パスレアンドロ、うまくプレス外しました。右のスペースクレビーニョ、中井上が呼んでます、後ろから梶川、井上シオンへシュートだ、オフサイド、パライバーを走らせてきましたが、ここで前半終了のホイッスルです。前半終了、東京ヴェルディ2対0のリード、折り返しということになっています。